皆さんこんにちは定額給付金を含めた第2次補正予算が今週1月27日に成立しました今回はこのたび党内に設置された党定額給付金実施推進本部本部長である増谷圭吾衆議院議員にお話を伺ってまいります増谷さんよろししくお願いいたますよろしくお願いいたしますでは早速ですが定額給付金は 世界でも同じような給付金方式の景気対策を実施している国があると伺いましたが、それは本当ですか、またその経済効果がいい。かか。がなものでしょうかはい、私ども公明党は、従前から定額給付金については、給付付き税額控除と、この流れだというふうにずっと申し上げてきたわけであります。こうしした取り組みにつきましては、 形は若干違いますけれども世界各国で取り組まれておりましてアメリカ、それからドイツ、フランスイギリスオーストラリアあさらには台湾などでも取り組まれておりまして、まあ、アメリカではあオバマ大統領が一人国民一人500ドル減税と夫婦二人でありますと1000ドルの減税約9万円の 減税になるわけでありまして、1000ドル以下の納税額の方については、補助金を支給すると、給付すると、こういう動きでありまして、ま,あ、まさに、えー、給付金、そして、えー、減税ということが、まあ、まさに世界の潮流だなと、こう思っているわけであります。野党の皆さん方は、究極の愚策であるとか、まあ、激しい批判をされておられますけれども、やはり公明党に、えー、成果を上げさせたくないと。 こんな思いが見え隠れするわけであります。民主党の皆さんも今申し上げた給付付き税額控除ということを言われておりますし、社民党の皆さんも定額減税、言われているわけであります。先日もですね、27日でありましたけれども、民主党の小沢党首、お膝元のですね、岩手県の奥州市、臨時機会が行われまして、 共産党の皆さんが定額給付金撤回の意見書、これを提案をされまして、はい、実は反対多数で否決されたと象徴的な出来事があったわけであります、やはり地元の皆さん方、あ既に具体的な段階に入った定額給付金お待ちになっている、議員さんも含めてお待ちになっているんだなと、こういう感を強くしたわけであります。そしてマスコミでは定額給付金の振込手数料が 巨額な費用がかかるということで、批判が出ているようですが、これも随分マスコミの皆さんから厳しいご批判をいただいております、全国一律に、えー、しかも迅速にです、ね、スピード感を持って、えー、お届けをするということになりますと、はい、やはり一定の事務費、経費というものはご理解をいただきたいなと思っているわけであります。まあ、今回の事務費については あお一人お一人国民にお知らせをする郵送料でありますとかあ口座振り替えの手数料でありますとか入っているわけでありますができるだけ効率的に使っていきたいと思っておりますし、はい、一番ご理解をいただきたいのはです、ね、地方にお渡しする事務費の中で3割は人件費であります。市町村は本当に業格の中で 人員削減しておりまして、今回の定額給付金の事務、非常勤職員を雇わないとやれないと、はい、こういう状況でありまして、広島市や千葉市やあそして川崎市、中にはあと月で100人ぐらいの非常勤職員を雇い上げるという状況になっておりまして、県下の厳しい雇用情勢の中で、定額給付金については雇用対策にもつながっているという点もご理解をいただきたいと思っております。 ぜひ無駄のないようにお願いしたいと思います,す、ねはい、また低額給付金は将来の消費税率引き上げとセットになっているのではという批判もあるようですが、はい、これもとんでもない言いがかりでありまして全く次元の違う話であります消費税につきましてはあさっきの中期プログラム策定のときに随分議論いたしましたけれども麻生総理はあくまでも景気回復これが大前提でありますしその上で 年金や医療や介護、さらには少子化対策、そうした社会保障の将来の給付の見通し、これをしっかり立てて、そして消費税だけではありません、税制全体の改革を段階的にやっていこうとこういうことでありまして、今回の手が給付金は、 消費拡大のために、次元的に行うものでありますから、全く次元の違う話だと思っておりまして、まあ、これほどの厳しい経済状況の中で、国民の皆さんが不安を感じておられる、はい、そこに政治が敏感に反応していくということが大事だと思っているわけでは、いよいよ定額給付金の給付が現実のものになってまいりましたが、はい、どのような方がいくらもらえるのでしょうか。はい あの昨日1月28日でありますが、野党総務省から正式な要項があ通知されました、はい、あこの中で、えー、お一人当たり1万2千円、それから65歳以上の方、18歳以下の方は2万円。 これはもう予想通りでありまして住所や年齢などは2月1日を基準日とするということになっておりますつまり2万円が支給される65歳以上の高齢者は昭和19年2月2日以前に生まれた人それから18歳以降の子供については平成2年 2, 2月2日以降に生まれた人とこういうことになりますただし来月2月2日以降に生まれた赤ちゃん これは残念ながら支給の対象にはならないわけでありますが2月1日に生まれた赤ちゃんはあ出生届をきちっとしていただければ支給対象となると、こういうことでございます、それから2月1日以降に亡くなられた方でありますが、これは基準日、2月1日に、えー、住民基本台帳に登録されているわけでありますから、これは支給対象となると、こういうことでございます。はい。 では、この給付金の支給はいつから始まるのでしょうかあのこれもですね公明党、定額減税と言い出しまして、ずいぶん時間も経ちまして、多くの皆さんにお待たせをしていること、本当に申し訳ない思いでいっぱいでありますが、えー、やっと予算も通りました、はい、定額給付金支給は市町村の判断によるわけでありますが、早いところは3月にはです、ね、支給になると。 ここういういいとでございます給付,の給付金の給付期間でありますが6ヶ月を予定しておりますで定額給付金の給付リストの作成など市町村ですでに準備作業が始まっておりますが実際に給付するためには今国会にかかっております予算関連法案成立しなければこれは給付できないとこういうことになるわけでありまして今、参議院に関連法案かかっております残念ながらいまだに審議が始まってないと。 こういうことでありまして年度内の支給のためにも一日も早い成立が求められるとここういういとであります仮にも野党の皆さんが反対をされると引き延ばしされるということになりますとこれは多くの国民の皆さんの批判は免れないとこのように思っているわけでありますはいでは支給について市区町村からの受け取りはこの後どのような流れになるのでしょうか。はい、はい 今申し上げたように2月1日が基準日でありますから今から日にちもありませんけれどもまずは住民基本台帳に正しい住所を登録をしていただくとこの作業が大事でございます春の引っ越しシーズンでありますが2月1日以降に転居した人でも以前の自治体市区町村で給付を受けることができるということにされております給付金を受け取るまでの具体的な仕組みでありますけれども 支給に必要な書類が市区町村から郵送あるいは配布をされてまいりますのでそれに基づいて世帯主が世帯員全員をまとめて申請をしていただくとこういう流れになります、はい、支給方法は口座振込これが原則でありますが例外的に口座のない方は窓口での現金給付もできるとこういうふうにされているわけであります、はい、では、非準日の2月1日以降に転居された方は、はいはい その前、二月一日に、台帳にあった、はい、そのご住所の市区町村から受け取れるということですね。その通りでございます。あの、二月一日現在に、居住する市区町村で、受けることができると。はい、ただですね、引っ越しされて、えー、申請あたり、また前の住所に、えー。行かなきゃならないかということでありますが、ここは、あの、郵送による申請。などですね、きめ細かなサービス、しっかり、各自治体にお願いしていきたいという,うに思っております。 はい、また、所得制限についての議論もありました、はいね、これもずいぶん議論いたしましたけれどもあの、支給に当たって所得制限をつけるかつけないか、これは市区町村が判断をしていただくと、こういうことでありますけれども、総務省から示された実施をこを見ますと、所得制限を設けないのが基本と。 明記をされたわけであります、はい、今まで私ども公明党本部に入っております情報でも所得制限をつける自治体の情報はありませんおそらく全国的にですね所得制限をつけられる自治体はないんだろうというふうに思っております、はい、考慮しなければならないこととして、はい、いわゆる DV、はい、ドメスティック・バイオレンスなど夫婦間の暴力でやむをえず別居している方がある場合、はい 住所を相手に知らせたくないといいととうお気持ちがあるかと思いますこの場合はどのような対応をしていけばいいのでしょうか、はい、あの DV 被害者などの場合はあ被害者側と加害者側は別々に生活をしておられるということがあるわけでありまして、まあ、この場合は新しい住所を役所に登録をしていただいても、はい、加害者には分からない。 まあこうした仕組みがすでに出来上がっているわけでありまして、まあ、できる限りお住まいの市区町村へお申していただきたいなと思っております。まあ、あの被害者の方々 の取り巻く環境というのは本当に様々でありまして、えー、関係者の方々とよくご相談をなさっていただきたいなと思っているところでございます本日の衆議院の本会議でも畑山総務大臣が、まあ、こうした住民票のない方も含めてです、ねえー、自治体においてきめ細かな対応をしたいというそのように自治体に要請をしたいとこういう答弁もあったわけでありまして我々公明党、地方議員と連携してそうした体制づくりに全力を挙げていきたいと思います 各地域では定額給付金の支給に合わせてプレミアム付き商品券発行などを求める自治体も出てきてきいるそうですねあのやっと実行段階に入って嬉しいニュースが届いております、はい、あの定額給付金の支給に連動させて、えー、地域経済を活性化させようとあちこちの自治体で商店街などと連携をしましてプレミア付きの商品券を発行するとこういう報告が事例がです、ね、どんどん。 入ってきててきおりまして、えー、今日のですね29日の日経新聞に、えー、日経新聞のネット調査の結果が発表されておりまして、はい、約6割の方々が定額給付金をいただいたらあ買い物あるいはレジャーで使いたいとこういう国民の意思が示されて報告されておりますがあのまさにこれから。 あそれぞれぞの自治体でで比べではないかと思っております台湾では1月16日からですね全国民を対象に1人1万円の商品券、えー、消費券を発行したようでありまして、これが国民に大好評で、即日ほとんど9割の方が受け取って、えー、そして消費につながって、ですね早速百貨店、スーパーの売り上げが上がったと、こんな報道がされておりまして、わ、まあ、が国でも東京都の町田市、 10のプレミアあるいは千葉県流,山,流山市では15%、それからなんと鳥取市ではついに20%というですね、えー、プレミア、スーパープレミアム、報告されておりまして、えー、嬉しい限りでありますが、はいまあ、鳥取市の場合20、20%でありますから、一世帯6万4千、えー、いただく給付金、これが7万6千円以上の買い物ができると、こういうことでありまして、地元の皆さんにはビッグニュースではないかなと。 思っているところであります。ぜひこれからいろんな形で活用していただきたいと思いますし、そうした活動がですね地元の消費拡大につながるように私たち公明党大きな期待を持っているわけであります。はい。消費の拡大と一緒に気持ちもどんどん扶養していくといいですね。はい。はい、ぜひあのコメンも取り組みたいと全力で取り組んでいきたいと思っております。はい。今回は当定額給付金実施推進本部本部長の